ああ、ありがとう。嬉しいよ。でも、少し戸惑ってもいる。普段は料理をしたり、飾り付けをしたりと、招く側でいることが多いから、主役としてもてなされるのには、どうもなれない。バタバタと宴の準備をするカリムや涼星を見ていたら、ついつい口を出したくなってしまって、いつの間にか自分で自分の誕生日の準備をしていた。まあ、みんなが俺のために頑張ろうとしてくれた。その気持ちは伝わったさ。うん、オウムだな。砂漠の魔術師の片腕だったと言われている洞窟だ。前にカリムが寮で飼いたいと言って飼育方法を調べてから、実はずっと気になってる。あの時は寮で飼うには向かないからと止めたが、卒業したら個人的に飼ってもいいなと思っている。砂漠の魔術師を支えたオウムは人間と同じくらい賢くて流暢に会話ができたらしい。実際にオウムが話す様子を見たくて、マジカメに投稿されている動画をいくつか見てみたが、人間のように話せるオウムはいなかった。当然だけどな。きっと砂漠の魔術師は特別な方法で言葉を覚えさせたんだろう。昔は今ほど動物言語学が発達していなかったはずだから、きっと苦労したんじゃないか。そうだな、まずはご主人様かな。なんだその呆れた顔は。上下関係を教えるのは大事だろ。魔法を使っているから5分とかからない。でも慣れるまではだいぶ時間がかかった。30分とか2時間とか。魔法で細かく編み込みを作るにはかなりテクニックがいるからな。でも魔法の訓練にもなると思って毎日続けていたんだ。今では気分で編み方を変えたりできるくらい上達したよ。自分で買ったり人からもらったり、いろいろだな。ただ身の回りのものは自分で選ぶことが多いよ。最近よくつけている髪飾りは自分で見つけて買ったものだ。鈴の飾りがついているんだよ。耳を澄ますとほら少し音がするだ。鈴のついているブレスレットやアンクレットはネッサの国でもよく売っているが、髪飾りは珍しい。ただ髪を乱暴に扱うと音が耳障りに感じるからな。所作には日頃から気をつけてるよ。身なりをきちんとしている方が人に与える印象が良くなるという説もあるからな。整えておくに越したことはないだろう。